一人ぼっちにさせたのは少し僕のせいなんだよな。ごめんね。だけど見るべきはリアルで、今こそ僕が助けて、抱えないで信じて頼ってほしいんだ。今なんじゃない、メラメラとたぎる、こんな僕にも潜む正義がどうしようもない。衝動に駆られてほら気づけば手を握っている。ほっとけたい、そんなに荷物をちょい勘で乗り越えゆくの。ほんのちょっと僕にちょっと預けてみては、そんな僕も君のヒーローになりたいのさ。Thank you.
「
つもと違う髪の匂い踊らされてしまう悔しいな緩んでしまう口元マフラーにそっと沈めた
ここにいるみんなも、そして画面の向こうのみんなも、ようやく会えたね。楽しんでくれてますか？ありがとう。まだまだこれからも続くんで、最後までどうぞよろしくお願いします。一歩という曲です。歩幅を合わせて、
「
今日ここに来てくれたみんな、そして配信で見てくれてるみんな、そして俺ら緑黄色社会、みんなどこにいてもこういう音楽だったりライブで必ずつながってるから安心してね。ブランニューワールド、
ありがとう。
私を勘違いさせる寂しくないなんて小さな嘘をついてしまう一人で大丈夫だと平気なふり
本当に良かったです。ありがとう。ずっと延期になったり中止になったりしてて、なかなかねこううまくできなかったシンガロング、今こうしてみんなとやっと完成させられたなっていう気持ちがあって、とても嬉しくて、もうその先をまたさらに見せたいなっていう気持ちでいます。シンガロングを完成させたら、その先これからのまた新たな緑黄色社会をこれからちょっと見てもらおうと思います。新しい曲をコピI'm not afraid to die.
ありがとう。
皆さん楽しんでくれてますか？ありがとう。画面の向こうの皆さんも楽しんでくれてるとすごく嬉しいです。私たちはとっても超楽しいです。本当にありがとう。MC で何を話すか全然決めてないというか想像できていなくて、本当に想像のつかないことばかり起きる年だったから、今日のこの景色も全然想像つかなくて、今もなんかまだ夢見心地なんですけど、2020年、きっと、まあ、みんなにとっても私たちにとってもすごく忘れられない1年になったんじゃないかなって思うので、まあ、すごい悔しい思いもたくさんしたじゃない。まあ、私たちで言うとリリースが延期になったりだとか、まあ、ツアーがこう伸びて中止になったりだとかっていう悔しいことももちろんあったんだけど、そんな中でこうやって本当に今日を迎えられて、で今ここにいるみんなもいろんな状況あると思うんですけど、本当に勇気を出して来てくれて、で画面の向こうのみんなも一緒にこう楽しんでくれて、一緒にこの日を作ってくれて本当に嬉しいです。どうもありがとう。もちろん悔しい思いもたくさんした年ではあったんですけど、そんな中でもすごくいいことももちろんあって、みんなに会えない期間が長かったからこそすごく人とのつながりっていうのをたくさん感じた年だったのね。こうライブができてなかったりとか、例えばリリースが延期になったとしても、すごく離れてても顔が見えなくても応援してるよとか音楽聴いてますっていうみんなの声もらったりだとか、あとはこうスタッフメンバーとこんな状況だからこそ今まで以上に手を取り合って肩組んで乗り越えようぜって、より一層団結力が増したというか、そんな風にみんなとのつながりをより感じた年でもあったんですよ。だからね、これからもこうやって簡単に会える状況がまだまだ会えない状況がまだまだ続くかもしれないんだけど、プラス思考で言うと会えない時間が長ければ長いほど次会える時がもっともっと10倍何十倍何百倍ってもっともっと楽しみに嬉しくなるから、ここからが頑張り時というか、私たちとみんなとメンバースタッフみんなで今まで以上に手取り合って肩組んで一緒に乗り越えようねって思います。ほぼ1年ぶりぐらいのワンマンライブになったんだけど、みんなの顔がねこうやって見れて、もちろんこの画面の向こうのみんなもこう見てくれてることも本当に嬉しいです。絶対に元気にまた会いましょう。最後の曲になります。リという曲です。見据えてた世界が突然決して置き去り、駆け出した足がもつれて震えてもう立てないよ。逃げ出したいか向き合いたいか問いただしてみろ。切れなくてすれ違った
ではアンコールいただいたんで、最後に忘れちゃいけない曲があって、まあいろんなことありましたけど、今年の夏にシンガロングに加わった大事な仲間を最後演奏して帰りたいと思います。今日は本当にありがとう、緑黄色社会でした。夏を生きる。
わけで、今日みんなにこうして久しぶりに会えた、再会できた証として1枚ちょっとパシャッと写真を撮りたいんですけど、いいですか？ありがとう。なんで今いる位置のままで、うん、このままの位置で大丈夫、きっと映るから、マスクをしながらも目はにっこりでお願いします。難しいかな、できるよね。ありがとう、みんなも準備してくれて。なんか真ん中ではない。じゃあ今回は声が出せないので私が代表して出しますね。あ、じゃあ一星が代表して出しますね。緑黄色社会って言ったら一星が一人でいいって言います。じゃあ準備が良ければいいかな。いいね。よし、今日会えた記念に撮ります。緑黄色社歌、じゃあ今度はシンゴに やらせてみるね。久しぶりの再会、いいね。いくよ。久しぶりの再会、いい。この流れでペッペにもやらせてみるね。どうしようかな。なんかある？緑黄色社会にするね。よし、行きます。緑黄色社会。はい、というわけでいただきました。ありがとう。本当に改めて。こうしてみんなの顔が見れて、あえて画面の向こうのみんなも本当にこう一緒に楽しめて、シンガロングがやっとできてとっても嬉しかったです。絶対にまた会おうね。緑黄色社会でした。今日はありがとう。